こんにちは、かちゃんです。今日はこのような感じで最近ハムスターをね作るのにハマってます。次はねまた他の素材でハムスターを作りたいと思い、今回はひもとうまるちゃんっていうアニメのねハムスターを作りたいと思います。なぜこのハムスターを選んだかというと、見た目が丸っこいツヤツヤの体、ここに注目しました。ちょっと特徴的なハムスターですよね。で今回は皆さんも作れる感じで作り方もご紹介したいと思います。今回準備するものはこちらです。じゃじゃーん、ツイストバルーンっていうものを使って作りたいと思います。500個以上バルーンがあるんですけど、オレンジ色がね1本しか見つかりませんでした。ちょっとオレンジだけ今不足してるんですよ。さらに使いかけっていうね、この短いバルーンでも十分2匹を作ることができるので、皆さんもねオレンジ色のバルーンが1本あれば6匹以上作れるんじゃないかなって思います。とっても簡単なのでね、ぜひ一緒に作ってみましょう。今回は風船の中に水を入れてスクイーズっぽくしたいと思ってます。長持ちしてもらいたいので中に水を入れて、すでにパンパンなのでツヤツヤの感じも表現できるかなと思い、お水を入れます。何でもいいのでポンプがあればねすぐにできます。はい、ちょっとねハンドソープの口の部分をね取ってきました。ポッて抜いてここでシュッ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 ってプッシュしてから水洗いしました。そうするともったいなくはないので、簡単に皆さんもねポンプが手に入ると思います。あとは普通にこういうツイストバルーン用のポンプがあれば、ここから空気を吸ってお水を出すので、これでも簡単にできると思います。口にポンプを装着、このような感じで容器にお水を入れて、あとはポンプして膨らませます。空気が入っても全然大丈夫なので、空気の量に惑わされず、お水の量で判断してください。空気だけ抜きます。水風船で結構プニプニしてます。口を結びます。先端にお水を送り込みます。まずお顔を作ります。なるべくまん丸になるようにお顔を作って、次体をね、一回り、二回りぐらい大きく作ります。こんな感じで2個作ったら、これをね、ここ、結びます。こうやってそのまんま残りでお耳を作ります。残りでくるっと、こっちもくるっと、はい、こんな感じでお耳作ったら真ん中に通してここをねじります。あとはもうぐるぐるたくさん巻いて、お耳の間も通しながら巻いてバルーンをちぎれば完成です。しっかり巻きつけたらもうちぎって大丈夫なので、切る時もお水が出てくるからしっかりこうやってやってから、両方掴んでからここを切ります。この時に体側のバルーンを長めにしておくと、そのまま結べるので長めにして切ってもいいと思います。切ったやつはお水が出てくるので洗面台で捨ててください。これ体の方ちょっと長めに残してあるので、万が一のためにこうやって結び玉を作っておきます。では次こちらにお顔を描いていきます。ハムちゃんのお口が白色なので、どうやって表現するのかというと、こちらですね、ビニールテープを使います。そしてこれツルツルした空き箱、こうピカピカ光ってるでしょ、この空き箱にビニールテープを貼ります。はい、こうやってビニールテープを貼って、ここにパーツを描きます。ハサミで切り抜きます。土台ごとハサミで切ります。ハムジローとハムサブローです。リアルじゃない、この子のお耳が大きくなりすぎちゃったのがちょっと後悔なんですけど、そっくりだからね、アニメのキャラクターがそのまま飛び出してきた感じですよね。この子が一番そっくりだよ。こうやって見るとなんか可愛いですね。体もすごくプニプニしてて気持ちいいです。プニプニ、2匹揃うとねめっちゃ可愛いですね。リアルな羊毛、風船、いろんな素材でハムスター作ってます。この2匹の動画も気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。